なんすか大吉さん。え？なんすか、なんかカメラ回せって言ってましたけど。教えてほしいか。さあ、君たちリアクションというものはご存知かな。うざ。そのさ、低能な発言やめてくんね。小学生みたいな。リアクションというものはしてはしてほしい場合としてほしくない時もありますね。してほしい場合噛んだけど今ね。まあ、そこは分かってしてほしい場合のまあ多いですけど、してほしくない時もあるじゃないですか。はい、今日はそのしてほしくない方でちょっとやろうと思いまして。ノーリアクションですか。はい、ノーリアクションショー。マジで。まあ今回は大体リアクション取らないんだったら、まあ辛いものだったりとか、ジャンルがいろいろあるわけじゃないですか。痛い、痛いとか痛くないとか。そう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 。痛いは今度強兵でやるから。まあ置いといて。俺やんの痛い。今度ね、ブラジリアンワックスで。無理で。リアクション取るんですって。今日は酸っぱい。あ、酸っぱい。酸っぱい系で。酸っぱいが。リアクションをしてはいけないと。で、まあさっき僕コンビニで買ってきたんですけど、ここに豆島が2つあります。あ、酸っぱそれ。まあこれはまあ美味しいですけど酸っぱいですよね。酸っぱいな。で、これをリアクションしないで、もうどんだけ孫でいる顔に見ながら、もうずっと孫をリアクションも取っちゃいけないという勝負にしていきましょう。まあ、2つしかないじゃん、うん、3人いるけど、できないじゃん。なんで僕とたつきはこれでいきます。豆柴、梅柴だ、梅柴。そう、俺豆柴ずーっと犬が出てきてるんだよね。ごめん。まあ、あとたつきはこれでいきます。で、京平さん、お前はこのおしゃぶり昆布梅味、これを全部食ってもらいます。全部です。あー、口の中に全部入れて、そう、入れてもらいます。これでリアクションをしなかった人が優勝ということで。俺だけハードル高すぎない？いや、いいです。共演はやっぱリアクション神じゃないですか。そうね。だからリアクション神、リアクション取る方で神なんだけど。そうそうそう。ノーリアクションはできないよ。ノーリアクションじゃない。だからそこ極めよう。あー、わかりました。ノーリアクションも極めよう。わかりました、なるほど。それでいきましょう。はい、それではレッツー豆柴。これからノーリアクション対決を始めよう。なんかうざくないけど、こいつの。いやいや、リアクションしてる、リアクションしてる。あー、ダメなの、あ、こういうのね。もう入ってんの、もう入ってんの。あ、もう入ってんの。わかったわかった。ナンバーワン、恭平、恭平。俺から？絶対お前からじゃないでしょ。絶対お前から、お前からでしょ。あ、ごめん。これは悪いよ。これがリアクションしちゃうよ。あ、じゃあこれあれ、選手登場だから。ナンバースリー、あ、間違えた。ナンバーワン、恭平、恭平。シャキーン、パラノマルアクティビティ。ナンバー2、タツキー、タツオキー。シャキーン使いでしょうもねえよ。ナンバー3、ヴェイヴェイバー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 、ワッサオ。いいんですよ。これは俺のあれだから。優勝がいる、まず。いらない、なんなんこれ。はい、ということでね、これ舞台整いましたので、今からリアクションやっていきたいと思います。ここには、はい、梅芝2つとおしゃぶりコンボいきます。ということでね、料理スタートで始めましょう。とりあえずじゃあ、これ開けていきます。とりあえず開けてください。あー、開けんの。一回開けてください。恭平さんはこうやってやって、ガーッと口入れるね。あー、オッケーオッケー。やべ、酸っぱい唾液出てきたわ。分かる分かる。はい、これや、あ、に、これで、食った瞬間、これ食った瞬間、うわ、やば、匂い、やばい、これ酸っぱいもん。これ想像以上にやばそうだね。食った瞬間、手を下にして、ちょっとここで真顔でモグモグしてくださいよ。よーい、どん。どういう感じなんすか。なんだそれ、どういう感じなん今。うわうわ
やべえやべえ歯が全部いったね。うわ見ちゃったわ今の。なんかあれ味噌汁のなんか分かる、あの青さがまんまあるみたいな。お前が一番リアクションしなかったわ。これ強いな。お前らぶっ飛ばすぞ。最後の梅のやつあれヤバすぎだろ。昆布プラスあれはエグすぎる。ちょっと待って無理あれ。人類で到達できないあの酸っぱさは。無理ノーリアクションだからあれは。お前らほんとぶっ飛ばすぞマジで。ここ痛い。マジでぶっ飛ばすぞ。いや俺も酸っぱかったんよ。俺もちょっとだったけど、タツキはもうね、これ無。無。完全に無。俺酸っぱさ弱いのよ。言ってなかったけど、そういえば痛さは強いんだ。痛さは強いよ。お前痛がってるふざけんな。俺痛がってる。痛がってる。なんでトナカイになってる。え、俺痛がってる。痛がってたよ。そう、わかんなかった。待って。痛がってたよ。なんもしてんだろお前。わかんなかった。なんかしてた。俺と大輝よりでかいレッグ。何どういうこと。俺全然大輝はまだ分かる。まだ痛そう。まだ痛そう。なんもしてない。俺もう一応ネタだったリアクション。酸っぱいのとか大丈夫だし。そうだよね。リアクション違う見当違い。そのポイント今あれ痛がってんの何って聞いてんの。わかんない。怖い。やめて。かすむよ俺のリアクションが。シンプルにお前もで。痛いわけないやん、お前が。そんな痛かったよ。痛いわけねえんだよ。俺が一番痛いに決まってんのか。じゃあ今度誰が一番リアクションでかいが勝負する。なにリアクションでかいやつ。でかい方に行くの。知ってよかった。本当に痛いのは誰でしょう。俺だよ。俺なんだ。今のは誰でしょう。俺なんだよ。え俺なんだよ。バカじゃねえだ。いや今のは多分リアクションじゃ分かんないと思う。いや俺想像違ったわ。え一人一人殴られていって一人一人やってもらえなかったら、うん、一回殴って全員がやるって何。聞いたことないすんだもん。いや痛かった。いやめっちゃ痛かった。おかしいだろ。めっちゃ痛かった。おかしいだろこれ。どう考えても。じゃあ誰が痛いか見破ってもらう。ああそうだね。コメント本当に痛いのは誰でしょうっていう。そうだね。ででん。いやー痛っ。俺じゃないわけないでしょ。いや、わかんないって。じゃあ、そうコメント欄の皆さん、誰が一番痛かったか、ちょコメントの方をよろしくお願いします。多分、絶対俺だよね。いや、俺だな。いや、俺じゃなかったらぶっ飛ばすよ。いや、でも服が俺だもん、痛いの。は私、痛そうな服してるわ。めっちゃ痛い。痛いってね、どういうこと。俺もなんか、こいつ痛い表情してるもん。めっちゃ痛い。痛い表情してる。なんもないや。ほら、こいつお前じゃないよ。こいつ見て、こいつ見て。泣いてるよ、痛くて。泣いてるやん。ほら、見て、みんな見て、ほら。ほら、ここにほら泣いてるやつ、泣いてるでしょ。あー、泣いてるね。こいつだって痛そうな顔してるし。痛くてもう隠してるもん、顔。うん、な、ない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 、な、痛い顔。
さあ、これが大ヒントですよ。はい、大ヒント、誰が一番痛かったでしょうかということで、はい、お願いします。あれ、スパイのどこ行った。あれ、大輝の客が消えたな。あれ。